はいどうも、フルート有田です。今回はフルートの基礎についてのレッスン動画です。高音の出し方、当て方、また跳躍の仕方について言及しています。どうぞお楽しみください。それではメンバーシップ動画のスタートです。L のところからじゃあ本番会場ぐらいだとやっていきましょう。ここが変わってる。
そこはどう変えてますか？小さく、うん、けど小さくしてるっていうのは結局スピードを変えてるところなんですよ、うん、そうだから、あで、そうけどそこに頼りすぎちゃうともう本当にここってできないといけないから、それって結構難しいんですよ、うん、となるともう死の時点でこのお腹のね支えを使って息の速度を出しつつ、それで心身っていうふうにできると多分成功すると思うんですけど、じゃあ、まあ、これピアノって書いてるけど、一回ホルテでシーって吹いてて、でそこで、まあ、息のスピードが出たなと思ったら心身ってやってみましょう。当てやすくなるんですよね。で、こういう速いところとかは
特にそういうそのなりやすいポイントで自分からその吹いてあげるっていうふうにしないと、うん、もう詩しか出ません、ミしか出ませんみたいな吹き方をいつもしてると早くやってるとやっぱ外れちゃうんですよね、うん、そう。だから今みたいにそのちょうどいいところっていうのを詩と見て並べてみて、その吹き方にどういう違いがあるかっていうのを、自分で知ってあげるんですよ。でその中間点で吹いてちょっとの差でその詩とにどっちもなりますよっていうところをやってあげたら、もうこの L のところはこのシミシが来たらそこのポイントで吹けば、まあ、成功率が上がるんだろう、うん。はい、メンバーシップ限定のレッスン動画の無料公開はここまでです。続きが気になる方はぜひメンバーシップ登録してくださいね。概要欄の方にメンバーシップ登録用の URL を貼っときますので、ぜひそちらから登録してください。またねー。